稲市立図書館は、長野県稲市の公共図書館。2006年には、旧稲市、上稲郡高東町、上稲郡長谷村の一市一町一村が合併して、新稲市が発足した。稲市立図書館は、旧稲市域にある稲図書館と、旧高東町域にある高東町図書館の2館に、加えて、公民館図書室6室からなる。館長には、 教員経験者などを起用していたが、2007年には長野県の公立図書館として初めて館長を全国公募した。東京でホーム経営企画マネージャーなどを務め、2002年に稲市に移住していた平賀県也が館長に就任。平賀は稲谷の屋根のない博物館の屋根のある広場を目標に掲げている。平賀の後には2013年度までに 軽井沢町立図書館、塩尻市立図書館、小布施町立図書館、佐久市立図書館、市立大町図書館でも公募館長、または昌兵館長が就任している。2010年時点の年間予算は1億円強。入館者の18%は、稲市以外の自治体在住者である。図書館の枠組みを超えた発信によって、 図書館の可能性を広げる活動が評価され、2013年10月には、第15回図書館総合展で、最終選考会が行われた、Library of the Year の大賞を受賞した。Library of the Year は、知的資源イニシアティブが主催し、図書館に関わる、先進的な取り組みを検証するものである。長野県の図書館としては、2年前の2011年に、 おぶせ町立図書館町と書テラソが大賞を受賞している。伊那市立図書館を除く2013年の優秀賞は、千代田区立日比谷図書文化館、長崎市立図書館、町塾町ライブラリーだったが、伊那市立図書館は審査員病のほとんどを獲得した。川口市、メディアセブンでディレクターを務める宇治原茂賞は、伊那市立図書館が今後の図書館のあり方について、 他に先んじていると評価した。図書館が住民と共同で知識や情報を発掘し、図書館の新たな機能を見出しているとしている。審査員を務めた情報学者の高野昭彦は、対照的なコンセプトを持つ稲市立図書館と町ライブラリーのアプローチが重なる場所に新たな図書館が生まれるのではないかと指摘している。2009年には図書館地域通貨リブラを用いた イベント、ブラ、リブラを初開催し、2015年まで毎年開催している。この地域通貨は、カミーナ図書館から生まれた助手本の引き換え券、一棚フル本市の割引券、商店街での割引券などとして使用することができる。参加者は軒先に書棚が置かれた商店街を歩き回り、図書館通貨を 除籍本や古本と交換する過程で地域と図書館の関係を再発見する。稲電気鉄道が現在の稲市に達してから100周年の2012年には電気と電車の100年をテーマとして地域に学ぶ企画を数多く実施した。特に古い写真の収集とデジタル化を重視し、収集した写真の展示、写真を活用したワークショップ、デジタルツールの制作などを行った。 図書館と地元出身の学生が共同で稲町写真アーカイブをまとめ図書館が主体となって鉄道沿線案内図や市街地地図に写真を掲載した携帯端末地図アプリを制作100年前に走っていた電車の23サイズ模型は交渉にたぎりネットワークの監修を受け子供を乗せて夏祭りを巡行したての企画が市民参加型のワークショップであり 電子情報の共有在化に親しみを持ってもらうことを意図している。高藤ブラリを用いた街歩きイベントの参加者、高藤ブラリは iPad やスマートフォンで地図を閲覧するアプリケーションであり、GPS を用いて小地図や絵図に現在地を表示したり、小地図や絵図と現代の地図を切り替えながら街歩きを行うことができる。図書館がプロジェクトオーナーとなった制作委員会方式で、 アプリの開発やワークショップの開催を行い、図書館職員の他には観光ガイド、郷土史やデザイナー、エンジニア、学生など様々な属性の市民が参加者に名を連ねている。街歩きワークショップや観光客向けウォークラリーを行い、年2回のアップデートで掲載する地図を増やしている。デジタル化した情報を再び街歩きに活かし、地域住民による能動的な情報収集。 発信を支援している。高藤藩内、藤江の下屋敷が新宿御苑にあった縁で2013年には新宿御苑周辺のアプリに加えられ、新宿区立四ツ谷図書館が街歩きイベントなどに活用している。稲市ふるさと大使の田畑貞だと森田義雄から寄贈された専門書を軸にして関係する図書や資料に加えて地域活動の情報も収集したのが、 稲田,田自然環境ライブラリーである。地域の自然、歴史、文化を屋根のない博物館と捉え、地域の発展を考えたエコミュージアム構想を提言。このコーナーには情報の窓口としての役割を持たせた。新館所コーナーに次いで回転率が良いという。2009年7月には図書に加えて家具や昆虫標本なども展示した自然が暮らしを支え、 暮らしが自然を作るを開催し、シンポジウムも行った。2010年夏には、稲市内の平地林で、森を聞く、森に語るを開催し、市や単価の発表、火起こし体験、建築士を招いてのワークショップなどを行った。2009年8月29日30日には、佐伯博市や北尾吠などが、高藤で営業していた古本や本の家などが主体となって、 高藤ブックフェスティバルが開催された。古書で町おこしを図った、イギリスの平穏愛を目標に掲げ、本の町高藤のアピールを狙った。長野県内外の古書店を招待して、街中に本棚を置き、角田光代、石井真嗣熊田敏郎、鈴木京一、飯沢光太郎などを招いて、トークイベントやシンポジウムを行った。 高藤町図書館はこのイベントに除石本を提供し、イベントの一つとして100人一種大会を手掛けた。2010年9月18日から23日には、第2回高藤ブックフェスティバルが開催され、高藤町図書館は独自のプログラムを展開した。2011年には、高藤、週末本の街に名称を変更。佐伯木や北尾はこの年限りで、高藤から、 本の家を引き上げたが、町民がイベントの主体となることで、高藤町図書館の重要性が増し、2012年には大掛かりなイベントではなく古書の販売会などを中心とした第4回高藤ブックフェスティバルを開催した。2013年以後も高藤ブックフェスティバルは毎年開催されている。全市上稲図書館製紙業の実業家である。 竹井角太郎はヨーロッパを視察する中で図書館の必要性を実感し十数万円を投じて上稲図書館を建設して上稲教育会に寄贈した。1930年12月17日には財団立の上稲図書館が開館。竹井は片倉製紙の常務や上稲銀行の頭取りを務めた他長野県上稲郡組合立伊北農産学校の 設置に尽力し、上稲郡稲富村の村長、長野県議会議員、貴族院議員として、政界でも活躍している。建物の玄関脇には、竹井の胸像が立っている。上稲図書館は、稲市唯一の洋館であり、外装には、レンガが用いられているほか、スチーム暖房を備えている。開館時には、稲町図書館の蔵書全四百433冊が寄贈されている。 開館当日の品の毎日新聞は、総礼幹部殿下に誇ると伝え、上稲図書館はその後の約70年間にわたって、上稲地方の教育、文化の中心であり続けた。戦前の長野県は図書館活動が盛んであり、特に青年団が運営する私立図書館が多かった。神稲図書館の建物内部1936年の日本帝国文部省年報によると、 長野県には全国第一位の343館の図書館があり、私立館の数は他県を圧倒していた。太平洋戦争中の上稲図書館は、名古屋市放射文庫の図書や徳川美術館の美術品などの疎開先となり、戦後には新中軍に接収された時期もあった。戦後の長野県は1 9 4九年まで占領軍の司令課に置かれたため、軍国主義的図書を 閲覧禁止とする措置などが取られた。1950年には図書館法が施行され、青年団図書館や私立図書館の多くは自治体の公民館図書部に吸収されたが、上稲図書館は県下15館の法定図書館のうちわずか2館の私立図書館の一つとして残った。1960年時点の上稲図書館の蔵書数は25,829冊である。 昭和54年度長野県公共図書館外境によると、1979年の長野県には32館の法定図書館があったが、うち31館は市町村立図書館であり、上稲図書館は長野県にただ一つ残る財団立図書館だった。1994年に公立の稲市立図書館が開館すると、財団立の上稲図書館は2003年に閉館と、 なり、2004年には管理が稲市に移管されている。稲市は合併特例債や町づくり交付金を活用し、9億6千万円を投じて本館の改修と収蔵庫の新設を行った。2010年5月24日に稲市創造館として開館し、三越売石から出土した石器、顔面付け釣り手形時などが常設展示されている。 稲市立図書館1977年の第17回神稲母親大会を契機として稲市の6カ所に地域文庫が誕生した。1978年10月には教育委員会によってこれらの地域文庫に図書購入費が付けられ地域文庫はさらに数を増やしている。稲地域文庫連絡会は児童文学者、絵本作家、絵本画家などを招いた 講演会を開催し、田島製造、岩村和夫、古田たる日、上沢利氏などが稲市で講演を行っている。名古屋市鶴舞中央図書館の見学ツアーなどを開催するなどする中で、1985年4月には稲図書館を考える会に発展した。1989年時点の長野県内17、市の中で私立図書館を持たないのは稲市だけだった。 稲市は1989年に図書館建設基本計画を策定。建設地は、上稲図書館の用地が有力であり、上稲図書館は用地を無償で対応する意向を示して、いたが、敷地面積確保や文化財保護の観点から、上稲図書館の用地は困難となり、1991年12月には、建設地を稲市へ中央駐車場の一角とすることを決定した。 市営中央駐車場の東側半分に建物を建設し、西側半分は駐車場として使用している。1992年10月31日に着工し、1993年12月28日に竣工。1994年1月25日に竣工式が行われ、1月31日には図書館より一足早く市民サービスコーナーを、 解説した。4月には貸出カードの受付を開始し、7月1日に稲市立図書館が開館した。総工費は13億3436万5000円。建物は鉄筋コンクリート造り3階建てであり、延べ床面積は3079.33平方メートルである。1999年7月。 稲市役所ウェブサイト内で稲市立図書館の蔵書検索サービスを開始した。1階は自動図書室や視聴各室などであり、自動図書室は2万冊を収納できる。2階は一般図書室やレファレンス室などであり、一般図書室は6万冊を、レファレンス室は2万冊を収納できる。3階の書庫は10万冊を収容可能。 立ち全体で、計20万冊の蔵書能力を持つ。長野県の公共図書館によると、1995年、当時の蔵書数は66,293冊、雑誌294冊、新聞29誌、市長格1,816タイトルだった。1996年には、安ず春地下文館を、開設1999年には、府県文館を、 解説、2001年には、手オ図書室を開設している。2006年には、旧稲市、高東町、長谷村が合併して新稲氏が発足した。合併に伴って、稲市立図書館は、稲市立稲図書館に改称している。2007年には、旧長谷村域に、長谷文館が設置され、2008年には、三スズ文館が設置され、2014年には、 西見の和文館が設置された。前市高東文庫、進む徳館文庫高東文庫が置かれた鉾持、神社高東藩の藩主である中村元常と鉾持神社の神官であり、国学者でもある井岡良井西へは収集した書物を失うことを憂慮していた。文政13年には中村と井岡が共同で、関石を中心とする鉾持文庫を鉾持神社に設置。 下谷国足利層の足利学校に習って、詩書、経典、小説などを収集し、学者の研究に提供した。蔵書は、学者からの寄付や、藩主の講演によって収集されている。保護持文庫は後に、高遠文庫と解消し、進む特間設置の折には、蔵書すべてが寄贈されている。高遠文庫は書物を収集、保存、利用したいなたに初の施設だった。 進む特管文庫が設置された、進む特管万円元年、高藤藩第八大藩主の内藤頼直は、高藤藩の藩校として、高藤藩学問所を開き、館内に進む特管文庫を設置した。内藤頼直は、高藤文庫から寄贈された660部3388冊を、進む特管文庫に交付し、さらには、江戸の藩邸から1300冊を送付。 その後も毎年交付を行い、1869年の半石法奉還の際には978部7113冊となっていた。個人では入手が困難な文献もあり、進む特館文庫には文句スもいたようである。進む特館文庫の中身は進む特館が流れを受けている陽明学の図書が多い。この中には中国、明の時代に印刷された 文献通行などもあり、日本で結婚なしに所蔵しているのは、進む特管文庫だけであるという。1871年の廃藩地検で、進む特管は閉鎖された。廃藩地検後には、上屋敷のあった東高東の人口や財力が急落し、商人が多かった西高東の人口や財力が相対的に強まった。進特管は東公園にあったが、 千区県は学校の設置場所を西高等としたため、1872年に学生が交付されると東高等と西高等の間で対立が起こった。この騒動で進む特管文庫4473冊は千区県預かりとなり、1874年1月には書籍が馬の背に乗せられて松本に送られた。特管文庫は、 筑く県から長野県に引き継がれ、その後長野市藩学校に移された。筑く県に送られる際に使用中だった書籍2071冊は公園が借用している。私立図書館現在の高藤町図書館入り口にある伊沢修司造青年会や学校教員などが協力して1908年5月3日には会費制の図書館活動である高藤図書館が創立された。 この団体は文芸欄や新着図書欄を持つ図書館月報を発行し、巡回文庫の規定を設けて町民に読書を奨励。この巡回文庫は20冊程度の図書を入れた箱を会員館で巡回させるものである。月1回の例会、年3回の大会を開催し、大会ではレコード鑑賞、講演、研究発表、弁論、運動会などを行った。 1914年には活動が評価されて長野県知事表彰を受けている。同年から1915年には寄付金を募って書庫を建設した。書庫建設後には図書館の建設を模索したが新特区図書館及び美術館の構想が具体化したために凍結された。長野県内無部学務課が行った。 図書館文庫に関する調査によると、1916年時点で、上稲郡には30の図書館があり、その中で高遠図書館は、歌謡図書館に挙げられている。4000冊以上の蔵書を持つ図書館は、長野県に6館だけであり、 約2万5600冊を持つ長野市の品の教育会品の図書館と約1万7500冊を持つ松本市の松本会地図書館を除けば6944冊の高藤図書館を筆頭に4巻べてが上稲郡内にあった。高藤町出身の伊沢修二は故郷に図書館を建設するべく1912年に 新徳図書館及び美術館の建設委員会を設置。1916年9月23日には建物の開館式が行われた。建設資金は伊沢や中村やろなどの高東町出身者が教室し、建物は建設後に高東町に寄付された。建物は2階建てであり、延べ床面積は25坪だった。 小学校の教員が中心となって運営されている。建設過程においては、伊沢と中村の間に意見の対立があり、また経営は順調とは言えなかった。高藤進む徳図書館1916年から数年間は二つの図書館活動が共存していたが、1920年には合併して高藤町立高藤新徳図書館となった。 進む特館文庫の蔵書の一部、高藤図書館と新徳図書館及び美術館の蔵書を引き継いでいる。運営は高藤小学校長に委任され、小学校の教員が図書館職員を兼任した。開館は1920年4月頃と推定されており、6月3日付で高藤人城高等小学校教諭の北村克夫が司書に任命された。 太平洋戦争中には、図書の購入ができず活動は停滞。戦後には、高東進む特図書館の建物が、高東町花畑に築されたが、昭和初期から1986年まで、高東町の図書館活動は事実上存在しなかった。高東町図書館1986年には、高東町文化センター及び図書館を新築し、 高藤進む徳図書館の増殖を引き継いだ。計画段階では、図書館法における図書室という位置づけだったが、建設段階で図書館に変更され、書庫や自動室などが追加された。同年10月26日に高藤町図書館の竣工開館式が行われ、12月2日に図書の貸し出しを開始した。開館年度の図書購入費は1156万円で、 あり、7937冊の図書を購入して、蔵書の中心としたほか、県立長野図書館から3000冊を借用して、開館に備えている。開館後の図書館資料費は、毎年1000万円を超え、住民1人当たり購入費では、日本一の座にあり続けた。長野県の公共図書館で通算貸し出し冊数が10万冊を超えるのは、 平均6年3ヶ月だが、1989年9月30日、高東町図書館は、開館から2年10ヶ月で10万冊を超えた。高東町図書館には古文書館が併設されており、古文書や古書を収集、保存している。法師人口8000人弱の図書館ながら、20時までの夜間開館を実施し、高東町図書館資料総書や、 高藤ふるさと総書を発行した。開館当初の貸出冊数は最大二冊だったが、九百八十七年には最大三冊、九百八十八年には最大五冊となり、やがて貸出冊数制限を撤廃した。九百八十八年度には長藤文館、三吉文館が、九百八十九年度には、片倉文館が、九百九十一年度には、 神山田文館が設置されている。1991年3月3日にはコンピュータを導入し、1993年3月には高等藩の資料などを保管する古文書館が竣工した。1995年には夜間貸し出しが開始された。1995年度には小学校文館が開館し、一般にも開放された。長野県の公共図書館によると、 1995年、当時の蔵書数は44,177冊、雑誌33冊、新聞11誌だった。敷地内のあずまやに設置された本棚、高藤町出身者や高藤町に関する資料の復刻を目的として、高藤町図書館資料総書を発行している。当初は図書館員自らがパソコン入力、印刷、製本などを行っていたが、 やがて出版社を会するようになった。1988年には市民団体、公園に文学費を立てる会が発足し、図書館は立てる会の事務局として推進役を担った。立てる会は1988年11月に初の文学費として岩やさざ波の区費を立て、31期を立てた後の1997年3月に解散した。 九百九十七年八月十九日は、会館からの貸し出し冊数が五五五十万千五百五十五冊に達した。この時点で一日平均五十五点五人が利用し、一日平均二百一点五冊の貸し出しがあった。一人当たり年間貸し出し冊数は七点八冊であり、長野県では、下條村立図書館、富士見町図書館、南美濃和村図書館、高木村立、 無区鳩十記念図書館に次いで多かった。太平洋戦争後に進む特管文庫は新州大学教育学部に引き継がれ、国有財産として保管されていた。高藤小学校や高藤高校はたびたび長野県知事に返還を申し入れ、その度に申請は却下されていたものの、2002年には新州大学が進む特管文庫の返還を承認したことで、 128年ぶりに4279冊が高藤町に無期限の貸与という形で返還された。1983年に刊行された高藤町市は進む特区間文庫が県庁の消失のため大半は右右に返したが残部が長野の市販学校と松本の開地、学校付属図書館とに分けて増されるようになった。と書いているが二千四年の調査では 大半が減損していることが確認されており、失われた書籍は12%に相当する約850冊のみである。128年前から、借用中の2071冊と合わせて、進む特館文庫6350冊が再び公演に揃った。2006年には、高東町、旧伊那市、長谷村が合併して新伊那市となり、高東町図書館は、 稲市立高東町図書館に解消した西見の和ぬくもり館、ありがとうございます。